藤間でございます。今日も仮想通貨ニュース読み上げて、ビットコイン、イーサリアム、テラ、そしてコスモスのチャート分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨について毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。本日で特別動画ってことで、 NFT のね、一番大きなマーケットプレイスであるオープンシーの使い方について解説してます。今ね、もう仮想通貨はちょっとね、あんまり盛り上がってないんだけど、 NFT は本当に盛り上がってるんで、この機会にね、皆さんもちょっと始めてみてください。この動画見たら結構簡単に始められると思います。それと、さっき僕もね、ちょっと早速 NFT をね、出品したりしてみました。藤間のね、アニメキャラクターの方を使って、日本各地のね、繁華街とかね、観光地とかをこう滞在にしたやつを一個ずつ作っていって、売ろうと思ってます。まあ、ちょっと僕もね、まだ慣れてないところあるんで、ちょっと手探りでやってみますんで、ぜひね、藤間っていう風にオープンシーで検索して僕の作品を見てみてください。はい、じゃあね、今日も仮想通貨ニュースを読み上げます。まずはやっぱりアメリカの FOMC の結果なんですけども、まあ、やっぱり昨日ね、ちょっとツイッターではね、事前に言ったんですけど、まあ、朝の4時に、まあ、FOMC 始まるときに、ビットコインがいきなり下がるかもしれませんよというふうに言ったら、まあ、その通りになってしまって、一気に下げたと。FOMC の中で、政策金利を間もなく引き上げるのが適切っていう声明があったということです。ただ、利上げの回数と利上げ幅については、不確実だということで、まあ、それが嫌気されて全体的に、まあ、金融市場は下げましたということで、ビットコインも一気にね、せっかく3万8000ドルぐらいまで反発してたんだけど、まあ、一気に3万5000ドルぐらいまで落ちました。まあ、ちょっとね、FOMC 通過したものの、まあ、あんまり調子悪くないという感じの仮想通貨市場になりました。いうことです。このまま行くと、また大きな暴落がある可能性も、まあ、指摘している人もいて、ビットメックスのアーサー・ヘイズっていう、もっと CEO がいるんですけど、この人は、底なしっていうタイトルで金融市場の分析記事を、掲載しましたということで、地球上で最後の自由市場となり得ると評価した上で、地合悪化の懸念からビットコインが2万8500ドル、イーサリアムが1700ドルがリテストされるまでは、まあ、底値だとは思わないと。この水準が維持できなければ、その下は2万ドルぐらいまで、イーサリアムが1300ドルまで大量ロスカットを伴う、暴落がある可能性があるということで、まあ、かなり、厳しい評価をしておりました。はい。じゃあ次が、自民党関連の日本のニュースなんですけども、自民党のデジタル社会推進本部が NFT 政策検討プロジェクトチームを設置を発表しましたところで、ブロックチェーンや NFT の関連事業を政府の掲げる成長戦略に含めるべく政策提言を視野に議論を進めていくということで、平正明さんという人がね、ツイートもしてました。ということで、まあ、やっぱり日本としてもね、ブロックチェーンとか NFT についてね、やっぱり他の国に遅れないようにやっていきたいという気持ちはあるようですね。なんで、ね、まあ、せっかくだったら仮想通貨取引所ね、日本のにもうちょっとね、まともな通貨をね、上場してほしいなと思いますね。今のところ日本の取引所があまりにも使えなさすぎてね、バイビットでしかほとんどトレードしてませんので、皆さんもね、動画の説明欄とかに、バイビットのリンク載せてるんで、ぜひバイビット使ってみてくださいね。はい、じゃあ次が、アメリカのニュースなんですけども、ニューヨークにある銀行の、ファイブスターバンクっていうところが、顧客にビットコインの売買とか保管サービスを提供するっていうことを発表しました。ビットコイン取引サービスを提供するアメリカで初めての銀行になるということです。銀行としては初めてですね。もう本当に銀行の窓口とかに行くのかな。で、ビットコインを買ったり売ったりできるということになったということで、日本より一歩ね、先に進んでいるような感じになってますが、まあ、だんだん多分世界的にはね、多分普通の金融機関とかでビットコインが取り扱えるようになると思うんですよね、将来的にはね、日本でもね。日本の銀行で投資信託とか買えるわけじゃないですか。まあ、株は買えないんだけど、
銀行とか証券会社とか行ってビットコインをね、買ったりとかビットコイン関連のサービスを受けるとか、まあ、そういう世の中になると思います。はい、ということでね、ちょっと地合いは悪いけど、仮想通貨は引き続き世の中に浸透しつつあるということで、ちょっとチャート分析いきましょう。$36,500ぐらいまでね、一旦反発してます。昨日ね FOMC が始まった瞬間にやっぱりドカッと落ちてきてしまったということなんですけども、まあ想定内ですね。こういう下落トレンドはまだ上抜けできませんでした。で、もともとのこのウェッジかな、このウェッジの部分の天井てか、まあ、そこが天井になってしまって、順調にここまで陽線出てたんだけど、一気に下げたっていうか形で、まあ落ちましたね。1時間足とか見てもらったら結構急落だったってことがよくわかるんですけど、まあ FOMC が始まるまでしっかりこう上昇を期待させといてね、この辺まで。始まった瞬間一気に落ちてるっていうね。まあ、ちょっとこういう上昇ベッジなんで、なんか一気に落ちそうだなっていうのは見えたと思うんですけど、多分ね、もう一回ぐらい下にね、試してくるような動きしてくると思います。まあ、一旦はこの間のそこの$32,000ぐらいまで下試すけど、割るのか割らないのか分かんないって感じ。割るんだったら、さっきのアーサー・ヘイズさんが言ってたように、まあ、$28,000でしょうね。ここの去年の夏ぐらいに3回試したけど割らなかったここ、28,000を試すことになるかなと思うんですけど、多分まあ今はね、この平行チャンネルがかなり見られているはずなので、結構ここは硬いと思うんですよね、この32,000をね。だからあと2回ぐらい下試して、それでも32,000を割らないんだったら、そろそろ次に上に行くとかいうのが、まあ3月ぐらいまでにあるんじゃないかなと思います。僕はね、今引き続きちょっとね、長期ロングをずっと、仕込んでいって、ロスカットラインをどんどん下げていったりとか、あと現物買い増ししたりとかっていう感じで、下落相場なんでね、買い増しをやってます。じゃあ次、イーサリアムです。イーサリアムも昨日ね、 FOMC の直前までは$2,600まで上げてたんですけど、$2,400まで落ちてます。$2,700ぐらいまでいっちゃったのかな、昨日ね、マックスで。結構ね、まあひどいチャートですよね。下振って一気に上に上がってきたけど、バーンと落ちたって感じ。こっちもちょっと1時間してみたら、すごくわかりやすいと思うんですけど、まあこんな感じで。ただ RSI は売られすぎラインには来てないですね。一気に落ちたけどね。こんな感じね。まあこっちもこっちでもう一回ここ試すでしょう。2200ね。試してくるような気がします。もう一回試しても割るのか割らないのかわかんないんだけど。まあ割るんだったら、まあ結構、こんな感じね。こうちょっと線下げましたけど。割るんだったら1700まで落ちるけど、割らなくて、もう一回上に上がって、もう一回試してみたいな、2回ぐらいあと試してから上に上がってくるような展開になるんじゃないかなと思ってます。まあ、イーサリアムも少しずつね、買い増ししてます。じゃあ次、コスモス、アトム行きましょう。アトムはずっと上昇トレンド崩してないので、結構買い場だと思うんですけど、なかなかやっぱりね、$45のところを、まあ、上に抜けなくて、今、もじもじしてるって感じなんですけど、だんだんちょっともうこれね、アセトラの、先端に近づいてくるとだんだん多分ボラティリティが小さくなってくるので、まあこういう下に落ちたところで買っていく、また上げるけど超えない、下に落ちた時で買っていくみたいな感じで考えて、まあ、最終的にはこの$45をしっかり上抜けてして爆上げした時にまあ利益確定すると、そんな感じで、考えてます。コスモス買うならバイビットがおすすめです。で次テラー行きましょう。ルナね、こいつも上昇トレンド崩してないので、他のコインに比べると、まあ強いと思うんですけど、昨日のね、FOMC のだとの急落で、まあなかなか、上に上げてないって感じ。まあでも、この平行チャンネルは割ってないので、まあこの辺で仕込んどいて、今が、$60なんですけど、まあ、最高値$110ですから、まあこの辺で仕込んどいて、また最高値付近に戻ったら2倍ぐらいになるんで、そしたら、ま、この
平行チャンネルの上段あたりで、まあ、打っていくみたいな感じでスイングトレードするといいかなと思います。はい、ということで、まあ、あんまり状況変わってないですね、この1週間ぐらい。結局ね、多少の反発はあったけど、まあ、やっぱり一発でね全戻しするとかそういうのはなかなかないんで、何回かこう下を試すような動きは、まあ、今週中とか来週ぐらいまではあるんじゃないかなと思ってます。はい、今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして僕の著書引き続き全国の本屋さんに売ってますので、ぜひ買ってみてください。 Amazon とか楽天でも買えます。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。キャンペーンで仮想通貨がもらえる取引所とかもあるので、ざっと見てください。最後までご視聴ありがとうございました。岸真でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。で、入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。で、しかも、バイナンスよりね手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、 Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。